見来たよ。東京上野動物園で去年6月に生まれた双子のパンダシャオシャオとレイレイの観覧をこれまでの抽選ではなく今日から先着順でできるようになりました。正門には午前9時半の開門を前におよそ390人が並びました。上野動物園によりますと25人を1組ずつ分け午前10時から順番に観覧できるということです。